佐賀本、伝デン本源始物語とは、江戸時代初期に刊行された、源氏物語の漢本のことである。慶長年間から1614年の中頃に、刊行されたものとみられており、1623年刊行と見られる、元は本、源氏物語と並んで代表的な古渇字本による、源氏物語の半本とされている。日本にも古く、アスカ時代には木版による、 印刷技術が伝えられてきたものの、その技術を使用して印刷されたのはほぼ仏典に限られており、仏典以外ではわずかに観析の印刷が行われるのみであった。そのためすでに平安時代末頃には、家作の場で、源氏見ざる歌読み遺んの異なりなどとして重要視され、古典、聖典的な扱いを受け広く読まれてきた、源氏物語すらも長く、写本のみで伝えられてきた。 それが、江戸時代初期になって、町人の手になる、商業出版と呼ぶべき形態の印刷出版事業が、始まり、伊勢物語、つれ連れ草、北条記のようなそれまで、印刷本の対象とならなかった、様々な本が印刷されるようになった。このような江戸時代初期を代表する印刷本に、京都の佐賀を中心に活動していた業者によるもので、あるため、佐賀本の名で呼ばれるものがある。 これは、藤原聖から受学者とも交友を持った、門倉良意の子、門倉宗安が、出版業を思い立ち本網、本阿弥光悦、俵屋宗達らの協力で17世紀の初めに作られたものである。この佐賀本は、文字は、本阿弥光悦流と呼ばれる書体であり、キララズリの用紙を使ったり、想定に衣装が凝らされたりした合歌本であった。源氏物語にも少数ながら、 佐賀本の源氏物語であるとされる枯活字本が伝えられていたが、諸子学者の河瀬和馬が多くの佐賀本を調べた結果、この佐賀本源氏物語は他の多くの佐賀本と比べると活字が小さく時間が狭いなど他の佐賀本と異なりより、時代的に後の正反本源氏物語に近い点がいくつか存在するため、 この佐賀本源寺物語は神聖な佐賀本ではなく佐賀本より後の時代に佐賀本を模して作られたものであるとする見解を示した。この見解については佐賀本源寺物語は神聖な佐賀本に間違いないが源氏物語が伊勢物語、連れ連れ草、法上記といった代表的な佐賀本と比べて極めて長大な作品であり、 また時代的にも代表的なサガボンより遅く作られたらしいものであるために、いくつかの点で異質なものになってしまったのではないかとする見解も出されたが、現在ではこの源氏物語のサガボンは一般的には伝差が本源氏物語と呼ばれるようになっている。この伝差が本源氏物語は、後に広く読まれたエイル源氏物語、首書源氏物語、 古月章などと比べたときに、前述のような固有の表題を持たず単に、源氏物語とだけ題されていることから、無印源氏と、また挿絵や注釈を持たず、源氏物語の本文のみを内容としていることから、祖源氏などと呼ばれている、源氏物語の初期の版本の一つである。伝差が本源氏物語の大学などの公的機関に、所蔵されているものとして、大阪松陰女子大学図書館、 天理大学天理図書館、鶴見大学図書館、東京大学図書館、京都大学図書館、国文学研究資料館、内閣文庫、大東急記念文庫、東洋文庫などがある。この、電車が本源寺物語の本文自体は花散る里、常夏の訳が、河内本、宿りんぎが別本に属すると見なせるなど、河内本や別本からの混入も見られるものの、 おおむねお表紙本の三条にしか本の系統に属するものであり、後に、源氏物語の正半本として広く流通した、え里源氏物語、首書、源氏物語、古月章といったものに近い本文である。ありがとうございます。